バンクオブザウェストタワーバンクオブザウェストはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置く金融サービス持ち株会社で主にアメリカ合衆国西部と中西部に600支店の銀行支店を展開しているヨーロッパの大手金融機関である BNP パリはの米国市会社であるバンクオブザウェストはもともとファーマーズ ナショナルゴールドバンクとして1874年にサンノゼで創業した。この銀行は金に裏打ちされた紙幣を発行できる銃銀行の一つであって1884年にファーストナショナルバンクオブサンノゼと改名した。その後、1906年のサンフランシスコ大地震、大恐慌、二度の世界大戦を経てサンフランシスコ米エリアを助けて発展した。 1979年にバンクオブザウェストと名称を変えた時には、ベエリアに35支店3億5000万ドルの資産を持っていた。バンクオブザウェストの事業は、アメリカ合衆国西部の西海岸を中心に、山岳部、南西部、中西部へも広がっている1980年には、フランスの銀行 BNP との関係を開始しして、2001年には、 持ち株会社のバンクウェストコーポレーションが BNP、パリバの全額出資会社となった。この間バンクオブザウェストはバンクオブロスガートスなどカリフォルニア州で銀行、銀行支店を吸収してベリア以外にも進出して1998年にはファーストハワイアンバンクを参加に収めてこの銀行が1995年にワシントン州、オレゴン州、 間補修に展開していたウエストワンバンクを譲り受けている。2001年にはウェルズファーゴ銀行がファーストセキュリティコープを買収した際に独占禁止法の関係で手放したニューメキシコ州とネバダ州のいくつかの支店を買っている。2004年にはバンクオブザ・ウェストはノースダコタ州に本社があるコミュニティファーストナショナルバンクを買収してノースダコタ州だけでなく 他の西部州へも進出している。2005年には、ネブラスカ州に本部がある、コマーシャルフェデラルコープも買収して、カンサス州、ミズーリ州、オクラホマ州などの中西部へも、事業を広げている。現在、バンク・オブ・ザ・ウェストは、全米の23州で支店などを展開していて、総資産は807億ドルに達している。東京事務所と台北事務所は、 それぞれ2006年と2007年に開設している。日本では、リソナ銀行と2016年6月以来、業務提携関係にある。テニスの全米オープンシリーズのバンクオブウエスト、クラシックの主催者ともなっている。バンクオブウエスト、エスヒストリー、ハットバンクオブザウエストとの業務提携について、ありがとうございます。